今日ですね、コラボハウスのなんでお客様にこれだけ来ていただいてるか、このヒアリング力っていうのはあくまで営業力から伝える力だと思います。はい、はい、皆さんこんにちは。日の丸コンサルティング代表の田代です。よろしくお願いいたします。コラボハウス一級建築士事務所の、清家修吾と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ですね、コラボハウスのなんでお客様にこれだけ来ていただいてるかっていうところでいくつか質問していければと思いますので、はい、いくつか質問させてください。よろしくお願いします。チームの作り方の話をしたくて、要は一つの事務所に設計士と保育士と現場監督が何人何人のチームですと、でこのワンチームでお客様にしっかりと設計をさせていただいてます、でこのスタジオを展開しているんだっていう話をちょっとしたいなと思いまして、はい、これはコラボハウスっていう会社とか、まあ、うちのグループ会社滋賀とか岐阜だったりとか横浜だったりとか、そうですね、はい、そういったところでいろんなエリアで実験をしてみたんですけど、やっぱりどこのエリアでも、また他の動画でもちょっと話をしてる話なんですけど、5人を超えるとどうしても主体性っていうのが失われがちになったり、チームの中でのなんか上下関係ができたりっていうことを気にしてるんです。なのであくまで一つの目安としては各事務所で5人っていう考えですね。で5人の内訳としては、一般的に言う設計士、お客様と直接打ち合わせする設計士が3人、その3人を実際にサポートする意味で保育士さんを1人入ってもらってて4人、はい、ここに対して現場監督が1人、こういうバランスになってます。ざっくり言うと、一つの事務所で大体1年間のお仕事でいうと25件から30件ぐらいになりますね。そうですね、設計さんが1人当たり大体10件ぐらいが目安なので、はい、およそ一事務所で年間30件の家を建てるっていうバランスになります、はい、30件を5人でやっているという感じですね、はい、でこのスタジオを各地に展開していってるというのが、はい、コラボハウスの設計書作りへというやり方ですね。そうですね、それが一番いいぐらいじゃないかなと思って、うん、あとたまにその3人プラス見習いの子、どうしてもあの大学卒業して建築入ってきましたっていう子でも、まあ、2年から3年はやっぱり1人で仕事できるようになるためにはちょっと時間必要なので、はい、それを考えるとその事務所にもう1人足して6人と、うん、まあ、この辺りまでですね。なるほど。で今はそれで運営してます。よくそのコラボハウスの組織作りでなんでそんな生産性が高いんですかっていうのを住宅会社の経営者の方から聞かれるんですけど、例えばじゃあそこに営業だけができる人を置かないのかとか、あるいはインテリアコーディネーターいた方がもっと早いんじゃないかみたいな議論ってよくされるんですけど、そこをコラボはやっぱりあんまりやらないようにしてるじゃないですか。してます。はい、これはまあ人を増やさないってこともあると思うんですけど、そこってこうどういう意識があってされてることなんですか。まず営業専門職とか設計専門職とかコーディネーターの専門職ですよね、はいはい、これ分けた方が会社からするとすごく都合がいいんですよ、うんうん、生産性が高いってやつ、はい、もういい意味で役割分担ですよね、うん、ただここの一番の問題点は、はい、営業専門の人何歳まで仕事できるの、で僕50歳で営業専門でお客様のために頑張ります、営業ならできますっていう50歳のおじちゃん、はい、マジでいらなくないですか。まあ、いろんな会社に結構合ってますけどね我々、はい、設計はできます、設計はできるんだけど、お客さんとの会話はちゃんとできない設計士とか、うん、かなり非常に困りますよね、はい、設計の仕事って一番難しいのは、確かに一級建築の試験とか難しいって言われますけど、はい、あんなもんただ勉強したら受かりますからね、でそこじゃないわけですよ、はい、一番難しいのはお客様が何をしたいのかを聞き取って、お客様に合ったものを提案できる、うん、でなおかつそれを説明できるっていうことが難しかったりするのに、はい、これって一般的に言うヒアリング力っていうのが、このヒアリング力っていうのはあくまで営業力、はい、まあ、伝える力だと思うんです、うん、はい、であれば営業専属の人よりも営業と設計が両方できるっていうスタッフを社内で増やしたいんです、はい、でそういう方が増えていくと何が起こるのかって言ったら、あくまでそのコラボハウスっていう会社が好きですよって入ってきてくれました、はい、22歳から一生懸命勉強して設計もできるようになりました、はい、現場も見れるようになりました、営業のこともある程度分かるようになりました、はい、っていう人であれば、50歳であったとしても55であったとしても全然あのお客様と打ち合わせできるんですよ、うん、そうすることによって社員さん一人一人の人生のその最後までの仕事、うん、収入っていうのを確保できるわけです。これを分担することですよね、営業は営業、設計は設計、現場監督は監督って。あんまり分けすぎると何が起こるのかって言ったら、その子らいらなくなった瞬間に何の仕事も
つけないんですよ、転職もできない。うちの会社のベースにあるのは基本的にコラボハウスっていう会社なんで、いつ潰れるかもわかんない、もしかしたら何かはあるかもしれない、その時に万が一うちの会社がダメになったとしても、その子一人一人が自分で会社を起こしたらできる、もしくはどっかの会社に転職しようとしたら転職したらどこでも通用する、はい、これが大前提なんです。なるほど。自分の子供を自分の会社に入れて、はい、お前の役割はここだから、これだけやっとく、子供さん3人でしょ、はい、子供さん3人いて、長男にはここだけ、次男にはここだけ、三男にはここだけ、お前らはパパが与えたその言われた分野をちゃんと極めろよ、っていう父ちゃんにはならないでしょ。そう、自分の子供だったらここはちゃんと勉強した方がいいけど、こっちもこっちも勉強しときよ、なんだったら全部できるようになっときよ、そうせんかったら父ちゃんは先に死ぬかもしれない、父ちゃんが先に死んで会社なくなったらお前らどうやって生きていくのかな、だからちゃんと能力つけときって、っていうふうに自分の息子に言うんだから、社員さんも同じ働き方に持っていく。なるほど。会社の効率よりもその子がどこまで自分でできるようになるか、っていうことが大切じゃないですか。で考えたらもう判断は何もないんですよ。なるほど。効率よりもその人の人生全体で考える。なるほど。ってすればもう、何も考えないです。もう答えははいこれ。なるほど。以上。なるほど。じゃあ、まあ設計業というのはお客様に対しても、まあしっかりと家作りでこう大事なことを伝えていくっていうことにも長けてますし、個人のキャリアといったらなんですけど、やっぱ入ってくださったスタッフの方のまあ長い人生のためにも設計と営業を分けるっていうことはしたくないよねっていうところなんですね。しかくない、する意味がわからない、そういう意図があって設計業3人に保育士1人に現場監督1人の5人チームで1つのスタジオでやっているというところですね。それでやってますので、この方向性はもう変わらないなんでしょうね。なるほどですね。上げてる人が多いなってイメージなんですけど、新卒で入社するまでにどんなことを